こんにちは。ありがとうございます。遅くなりました。大丈夫。ありがとうございます。デパートにふさわしくない格好で。いや大丈夫です。本日令和5年12月の23日、マルヤガーデンズのガーデンセブンということで、私たちの保育園のゆとりの森七谷城森保育園、本田静香さんに講演をお願いしています。イエーイ。このような貴重な機会いただきまして本当にありがとうございます。会場で遊んでいる子どもたちや保護者の皆さん、そのままどうぞ遊びながら時々耳だけ傾けていただけたらと思います。で今日はゆとり七谷城の森保育所の吉野に開園予定ということで、私も吉野出身の活動をしておりますので、ご縁いただきまして、私たちが今やっているアウトドア活動、鹿児島たき火研究会で取り組んでいる子ども向けのプログラムの中で、自然活動を通して子どもたちにこんなことを身につけてもらいたいな、あるいは子どもたちがこんな学びを持って帰っていきましたよっていうお話をしながら、ゆとり七谷城の森保育所での、子どもたちの生き生きとした活動っていうのを想像を巡らせていただけたらなと思っております。本日は30分から40分ぐらいの短い会議ですけれども、よろしくお願いします。さてこの鹿児島焚き火研究会という会ですけれども、その遠隔についてお話しします。2013年に焚き火を見てぼーっとするために発足した会が鹿児島焚き火研究会です。焚き火をするにあたってどんな場所が、季節はいつが良くて、どんな木を燃やしたら一番いいのかというのを研究するために発足させた同好会です。最初はキャンプ場とかですね、そういった焚き火ができる場所を使ってとにかく焚き火を見てもらおうとするということをしていたわけですけれども、2018年頃に拠点を石谷町に決めまして開拓を始めます。知り合いの私有地を共同で開拓させてもらうという格好でしたので、今畑としては1000坪、山としては2つ山がありまして、全く開拓が追いつかないのが何年を過ぎているわけですけれども、畑を作ったり山を少し開墾して子どもたちが遊べるスペースを少しずつ広げていったということになります。そして、同時に2013年から Facebook を中心に、あとホームページを中心にネットでも情報を発信しておりましたので、2020年にはネット会員が1300名を超えるという大所帯となっております。2021年には私たちスタッフが、いよいよアウトドアでやっていかないといけないということになりまして、草刈りやチェーンソー、あるいは重機の勉強をみんなで取るなどして、しっかり資格を取って取り組むようになりました。今役員としては5人ほど役員がいますけれども、学校教員の勉強を持っていたり、保育園の保育士の勉強を持っているメンバーがいます。そういったことから子ども向けの授業、助成金を活用したりして活動しているというのが今の現状でございます。さて今日お話しすることですけれども、大きく2つしようと思っています。まずは課題を価値に変えるというお話、そしてもう一つが大人が体験させたいこと、子どもたちが体験したいこと、この2つの視点を持って少し活動などを紹介しようと思います。まずはじめに課題を価値に変えるというお話です。私たちが体験プログラムを作るときに視点の一つとして大事にしているのが、この課題を明らかにするということです。今抱えられている課題を解決する過程で体験プログラムとしてそれを扱うことによって価値になっていくという視点です。例えば課題としては私たちが身近に感じているのは
山が荒れているとか、まあ、切っておいた枝が散れているとか、遊ぶところを作れる人が少ないという社会的な課題というのに私たち大人は直面しています。これを解決する過程に子どもたちを関わらせることによって面白くなることがあります。私たちが、たき火研究会で子ども向けのプログラムを作るときには必ずこの課題というのを子どもたちと一緒に共有します。社会的な課題ですね。その中で遊びながらどんな風にして解決していくって言って話をしながら、子どもたちがそれを使ってこんな風にして遊びたいという発想が出てきますので、それを体験として研ぎ澄ましていくということにしています。もう今日聞いてくださってる皆さんはもうプロの方たちですので、幼児教育のプロの皆さんが集まっていらっしゃるので釈迦に説法みたいな感じになりますけれども、やっぱり子どもたちは日々小さな課題を解決しながら生活をしていて、例えば縁石の上をわざと歩くとか、横断歩道の白い部分をだけしか歩かないって決めて、自分でルールを決めて飛び越えながら歩いていくとか、そういった今の自分にとってのギリギリ限界の挑戦っていうのを日々子どもたちはやっています。そういうのはプロ体験とか言ったりしますけれども、そういった子どもの自動心理っていうのをくすぐりながらギリギリ限界に挑戦させる、それができた時の快感を味わってもらうということを、やはり自然体験アウトドア活動っていうのはそういうことができるのではないかなっていうふうに思っています。さあ、例えば例を出します。私たちのフィールドはもう竹山が迫ってきていますので、もうこの竹が荒れているという社会問題があります。じゃあ竹を使ってここの森をきれいにしたいから、竹を使ってどんな風にして遊ぼうかなっていうことを子どもたちと考えます。子どもたちは落ちている木は竹は燃やして遊びたいとかですね、あるいは生えている木を切って遊びたいというアイデアが出てきますので、じゃあこんな竹の流しそうめんを作って遊ぼうという、提案をします。最初に、紙芝居などを使って視覚に訴えながら課題の共有をします。竹田、荒れた竹山がありますよ、どんな遊びをしたいですかというようなお話をします。そして今日の流れを説明して、怪我をしないようにするにはどうしたらいいのかの危険予測も紙芝居で行います。この時にかなり子どもたちは積極的にこうしたら安全に遊べるというアイデアを出してくれます。その危険予測をみんなで共有して、そしてお互いに気をつけながらやっていこうということを必ず、30分ぐらい時間をかけて行うようにしていますが、おかげさまで10年発足から経ちますけれども、今のところ一人も怪我人もなく過ごしているというところです。そして実際に山に入って竹を切っていきます。こんな感じですね。ヘルメットをきちんとかぶって自分たちでもう長い時間をかけて切って引っ張り出して、適当な長さに切って竹の流しそうめんを作る。そしてナタを使って面取りをするという、少しあまり子どもにはさせたくないなっていうような思いもある体験ですけれども、保護者の理解もらいながらできる本人たちが怖がらない範囲で挑戦してもらうようにしています。そしてこんな風に竹の流しそうめんをしてみんなでワイワイ食べる、あるいは家族、これは少年団単位でやりましたのでみんなでやってますけれども、家族単位の場合はやっぱり人の、なんか流れてきた水に箸を突っ込むっていうのを嫌がる子たちもいますので、家族単位で流しそうめんのセットを作って、遊ぶということもしています。あるいは落ちている竹とかですね、朽ち果てても足元の邪魔になりそうな竹は燃やして遊びたいっていうアイデアが出たりしますので、そういった時には火を扱う注意っていうのも紙芝居で行った後にこのようにして、わざと夜の時間帯とかに設定をしてキャンプファイヤーとか、そんな風なのもしています。
ていうことを単純に子どもたちは楽しむわけですけれども、朝の先に、火を燃やせばみんなで温まることができるねとか、料理を作ることができるねとか、燃えた後の灰を畑に撒いて次の作物を作ることができるよとかですね、そういったプラスアルファの情報を教えてあげると、さらに子どもたちのアイデアは深まって、じゃあ次はこんな風にしたいっていうようなアイデアがどんどん出てきますので、ただ木を燃やして遊んでよかったねというところではなくて、大人のエッセンスっていうんですかね、そのちょっとしたエッセンスを子どもに与えてあげるということも工夫しています。まあ、あるいはこれ重機の運転とかですね、させる時もあります。もう子どもたちは重機がすごい上手です。本当にまだ幼稚園の年中さんぐらいの子たちも運転したんですけども、まあ 2,3 回すれば相当うまいですね。大人の私たちが下手くそで、彼らの集中力とセンスっていうのはもう凄まじいなと思います。この子は小学校2年生でしたけれども、まあ、すごく上手ですね。まあ、こんな風に私有地だからできる、体験っていう、まあ、超法規的措置って私は言うんですけれども、子どもたちにですね、これは本当は普通のところではやったらいけない、この秘密基地だからできるんだっていうような説明をしたりしますけれども、まあ、この私有地だからならではの、体験っていうのにも非常に価値があると思います。さて、ここから少し教育的な話になりますけれども、私たちが子どもに体験させたいことと子どもたちが体験したいことっていうのには、まあ、少し乖離があるといいますか、まあ、そういった差もあるので、それも加味しながら子どもたちに自由に活動させてみましょうという話をしたいと思います。まず私たちの思いです。子どもたちにどんなことを学んでほしいかというのは私たちはもちろん考えます。非日常の体験というのは学校とか家とか公園とか子ども向けの商業施設とか、そういったところでは感じない異空間の場所というふうに私は考えています。ですので、そこでの体験が非日常の体験、そこで味わわせたいことというのは、まあ、大きく3つあるのかなと思います。自分で遊びを見つけるという想像力、そして挑戦し建設的な考えを持つこと、そして最後は共同協調性を持つこと、友達と一つのことを成し遂げて楽しやり遂げたなという達成感を持ってもらう、まあ、そういったようなことかなと思います。自分で遊びを見つける想像力というのはもう言わずもがなんですけれども、森の中でどんな風にして遊ぶのか、落ちている木、葉っぱを見て何を想像するのか、そのつぶやきを拾って膨らましてあげること、これがすごく大事かなというふうに思っています。先ほども言いましたけれども、危機管理というのも同時に大切ですので、子どもたちにルールを作ってもらうこと、ここも重要にしています。子どもたちはもう必ず、いや絶対これは守らないといけないというのは、怪我をしない、させないということだけはみんなよく理解していますので、そのルールをみんなと守ろうということを念頭に置きながら自由に遊んでよしというふうにしています。そうすることで、汚れてもいい、今日はもう思いっきり汚れても良いとか、今日はお昼ご飯を食べずに遊んでも良いというような、普段はしなさんなと呼ばれることをここではやって良いという特別な時間、特別な空間を作ることで、彼らの全額の区別っていうのがついていくなっていうふうに思います。今日はやって良い、家ではやっては良くない、このことが子どもたちが感覚的に分かることで、いつもやれないこと、いつも思いつかないことをここで思いついても大丈夫という安心感につながって、自由な伸び伸びとした活動ができるなというふうに考えています。
ですので、そういう建設的な考え、何々ここでは何々してよいというような建設的な考え方っていうのが自然の中では身につきやすいなというふうに考えています。最後のこの共同協調性を持つことですけれども、こちらは家族や友達とものづくりとか料理作りを通して、特に料理作りですけれども、お湯を一つ沸かしてお茶を入れてあげるだけでもお家の人とか友達は非常に喜んでくれると、わあありがとうね、おいしそう、あったかいなとかですね言ってくれること、ホットサンドを作るにしても、ただ焚き火の上にサンドイッチをくべて焼き色つけて食べるだけですけれども、それでもおいしいねと言ってもらえること、その成功体験というのが、共同協調性、やってよかったな、またやってあげたいなという気持ちを育むということにつながっています。一方で子どもたちの思いというのはめちゃくちゃ単純で、ただ楽しいからやりたい、嫌だからやりたくない、もうこれしかありません。そこになんでとかどうしてとかいうのは大人の、一方的な思いであって、理由を求めるのは大人の都合と言いますか、なのではないかなと思います。彼らにとったらもう楽しいからやる、嫌だからやらない、この2つにつきます。その思いを純粋に大人は受け止めてあげるべきなのですけれども、彼らなりに一応理由があって嫌だからやらないというわけですから、それを無理にさせるのは教育的には私はあまり良くないなと思っていますので、大事にしたいのはやはりこちらです。楽しいからやりたいというこのポジティブな気持ちというのを私たちの焚き火研究会では非常に重要視しています。楽しいからやりたい、普段はそう言いますけれども、やらせたくない理由っていうのはこちら側にあるわけです。怪我をさせるかもしれない、服が汚れるかもしれない、そういったこちらの都合でやらせたくない時もありますけれども、やはりこのメリハリといいますか、私たちも大人側も譲歩できるところは譲歩して、可能な限りやらせてあげる日、時間というのを作る必要があると考えています。ですので私たち焚き火研究会はそのような場所になりたいというふうに思っていますし、ゆとり七重城の森保育所もそんな場所になりたいと思っていらっしゃると思います。そんな中で、私たちもいろいろ体験を子どもたちのために用意するんですけれども、一番楽しかったというのは焚き火です。どんないろんな体験用意してても一番楽しかったと言います。大きな火を囲むのも良いんですけれども、パーソナルな焚き火、キャンプファイヤーのように他の人とやるのではなくて自分だけの焚き火というのに非常に興味を持つようです。こういう小さなかまどを子どもたちと作ったり、焚き火台を、パーソナルな焚き火台をそれぞれに用意して少しずつ火をくべさせるということもやっています。ものすごいもう次から次に枝をくべてすごいもうファイヤーみたいになってる子もいますし、本当に小さな火を大事に育てながら楽しむ子たちもいて、それはそれで個性があって非常に面白いわけですけれども、この火を絶やさないということにすごく知恵を絞るようです、子どもたちはですね。そして落ち葉を入れた子たちは煙が目にしみるので落ち葉は入れないよとか、生乾きの枝は燃えにくいから入れないよとかいう気づきがだんだんと身についていきます。そして最終的には上手に火を作ることができるようになります。何時間でもやってますね、これだけはですね。その他にはこういう今出てましたけれども、煙が出ない火鉢っていうのにもすごく子どもたちは興味を持っていて、冬にやるのが一番いいんですけれども、この子たちはそば打ち体験をした後の休憩時間に手を温めているんですが、同じ幼稚園の同級生だそうです。そば打ちをしてますので水を使ったり
冷たい生地をこねたりっていうこと、まあ、火の前では誰でも謙虚になれるんだなというような、まあ、そういった実体験ですね。あとは木登り、これもすごく子どもたちには人気の体験です。一度でいいから木登りをしてみたいという子どものリクエストがあってですね、まあ、その親御さんを通じてリクエストがあったので、まあ、うちの畑には大変 木登りしやすい樫の木がありますので、まあ、あの整備をして登れるようにしたわけですけれども、一人が登り始めるとみんなやっぱり登ります。同じような年代の子たちが、あの子が登れるんだったら自分も登りたい、この挑戦したいという気持ちをくすぐられるわけですね。もうこんな風に寄ってたかってみんなで木に登り始めました。もう一つが秘密基地を作りたいっていうご要望もあります。骨組みだけ作り方を教えてあげると、あとはもう勝手に自分たちで家を作り始めます。まあ、自然の中で活動するということは何々したいという気持ちが生まれやすいですね。そして家では絶対できない木登りや秘密基地作り、まあ、自然のものを使った秘密基地作りっていうのをやりたい、いいよ、やっていいよ、じゃあ何に気をつけてやるのって聞くと、これに気をつけてやるということを必ず言ってくれますので、じゃあそれに気をつけてやってみてごらんっていうふうに言えば、もう本当に後ろの子なんか立ってる男の子がいますけれども、この木の枝を使ったらいいって言ってですね、もうそれこそあ、いいこと思いついたって言ってこういう枝を拾ってきます。そしてなんか飾りを上の方にあのパンパスグラスとかのですねものを折ってきて刺したりしてですね、飾りをつけたりですね、このいいこと思いついたって言ってみんな走り回って、まあ、その姿が自然の中ではよく見られるなっていうふうに思います。はい、ということで早口なのでもう最後の方になってしまいましたけれども、自然の中で何かを体験させたいと思うときに、私たちは、持って帰れるものとかその場で食べられるものっていうのを思いつきがちですけれども、自然を相手にする活動のときには中長期的な作業っていうのが、まあ、多いことから、これを体験に組み込むっていうのも非常に重要になってくると思います。まあ、例えばその短期的な成果物としては野菜を収穫したり、餅つきをしたり、そば打ちをしたり、ピザを作ったり、焚き火をしたりという短期的な成果物があるわけですけれども、今申し上げたように春夏秋冬、長い時間で自然を相手にするときには中長期的な成果物というのも大人の私たちは考えておかなければならないと思います。中長期的な成果物とは漬物作りとか、まあ、野菜を育てる、収穫だけじゃなくて育てるという体験、あるいは椎茸を収穫するために小田木の準備をする、その前に木を切る、その前に木を寝かせるとかですね、そういった中長期的な成果物、椎茸を作るためにはこういうことをしなければならないという考えを持たせる、まあ、そういったものも自然を相手にするならではの教育過程だと思います。来年のために今やることを考えるという時間軸っていうのは子どもたちはちょっと持ちづらいです。特に小学校に上がる前の子どもたちにとって、楽しいから今やりたい、嫌だから今やりたくないっていう世界で生きている子どもたちにとっては、来年のために今これをやるっていうのはなかなか想像できないんですけれども、自然を相手にするとアウトドアにいるとそれがこう想像しやすいというメリットがあるような気がします。そしてさっき言いました不老体験、困難な適度な困難性というのを持たせるのも自然の力の一つです。危険な刃物とか道具類というのはこう持たせづらいですし、虫が苦手な子に無理やり虫に触れとかそういうのはできないわけですが、少しハードルが高いと思われることを自分の考えでチャレンジできる場面を設定すると
ということもやっぱり日常生活とか公園の中で遊ぶ中では得がたいものですので、アウトドア自然活動というのは非常に重要だということになります。このようにまとめるとこんな感じになりますけれども、来年のために今やらないといけないこと、時間軸を身につけるということ、そして今の自分に考えるベストなこと、フロー体験ですね、これを実践できる場の提供、これが、自然であり、ゆとりの七谷城森子保育所だというふうに思っております。このようにやるためにはどうしたらいいか、やりたいことをやるためにはどうしたらよいか、いつでもできるわけではないこの貴重なチャンスをどう使って遊ぶか、やれないことが少しできるようになったなという体験、これは子どもたちにとって非常に大事で、なかなかそれは場を提供することができないものです。このゆとり七谷城の森保育所でもアウトドア体験活動が組み込まれているというふうに聞きを呼んでいますので、この自然の中で遊ぶことを通して子どもたちの、あ、いいこと思いついたという言葉を引き出してあげたいものだなというふうに思っています。私たちも、冬がだいたい焚き火っていうのはシーズンですので、この冬はできるだけ子どもたちと焚き火をして遊びたいなというふうに思っておりますし、また私も吉野にいますので、ゆとり七谷城の森保育所で一緒になることもあろうかと思いますので、その時はぜひ静かちゃんって言ってですね、みんな声かけていただきたいなと思います。今日は早口になりました。短い時間でしたけれども、ご清聴ありがとうございました。何か質問があればどうぞ。はい、どういった保護者の方だとか男の子女の子の比率だとか何か傾向があったら教えてほしいです。はい、ですね、家族の傾向としては、シングルマザーの方が半分、そして、ご主人さんはアウトドア一切しないっていうお母さん、なので旦那置いてきて子供連れてくるお母さんっていう親子のペアが多いですね。ほとんど旦那さんは来ない感じがしますですね。そして子供の割合としては男の子が多いですね。でも女の子も、3分の1ぐらいは女の子かなという感じがします。男の子の方がその外でわーって走り回ったり、泥にまみれても意図はない子たちが多いですね。女の子は割と綺麗好きが多くてですね、やっぱ汚れるところはちょっととかですね、こうひっつき虫ってなんか植物が体にくっついたりしますけど、すごく嫌がったりするのは女の子の方が多いかもしれないですね。でもアウトドアに来るぐらいですからみんな多分好きなんだと思いますけど、はい、そういった傾向があります。シングルマザーということはなかなか家とか自分ではこう子供に提供できないっていうことで焚き火研究会に連れて行ってみようかなっていう動機なんですかね。そうですね、その旦那さんがアウトドア一切しないというご家族も共通していると思いますけれども、やっぱり自分一人で2人とか3人の目が行き届かない不安っていうのが、自然の中で遊ばせるときはですね、不安っていうのがあるというふうな気がいたします。そんな中で私たちは5人役員がついて当日の係員としていますけれども、大体その教員免許を持っていたりするメンバーが多いですので、一家族に一人は必ずつくようにしています。なのでお母さんたちが ご家族が多少こう気を許しても私たちが一緒についているので安心して遊ばせてられるというようなことがあるのかなと思います。ゆとりの森保育所でもスタッフの方すごく充実しているようにお見受けしますし、少人数の保育っていうことなので
一人一人に目が行き届いて、安心して自然の中で遊ばせられるんじゃないかなっていうふうに思いますよね、はい、ありがとうございます。他にありますか？もう一つだけ、はい、はい、何年やられてるんですか？ちょうど10年ですね。10年、はい、この10年でなんか子どもの傾向だとか、うん、変わってきたなって思うところがあればぜひ聞きたいです。ですね、うちは春夏秋冬いろんな体験してますけれども、リピーター率は9割9分ですね、うん、そしてそうなるとですね、季節ごとに子どもの成長っていうのは私も見られますので、子どもたちからただいまって言ってもらえるようになります。で、まあ、すっごくそれが嬉しいんですけれども、親戚のおばちゃん家に遊びに来てくれるような感覚っていうんですかね、そしてこの森で遊び方を知ってるっていう、そのパッと来てすぐ思い出して、あ、次続きでこんなんして遊ぶんだったみたいなのを思いついて遊んでくれるわけですけれども、まあ、そういった中で同じ顔がいて、静香ちゃんただいま、久しぶりだね、何年ぶりけとか言って、まあ、3ヶ月前に会ったばっかり なんだけどみたいな、そんな子たちが来て、うん、その言葉のやり取りだけで成長を感じると言いますか、久しぶり元気だったとか、あ、こんなこと言えるようになったんだとかですね、そのやり取りだけでも成長を感じますし、あるいは初めて参加するという方ももちろんいらっしゃるので、その初めて参加したっていう子どもたちにリーダーシップを取ってですね、ここではこんなして遊ぶんだよ、手洗い場所はあっちだよとかですね、あそこ危ないからもう行ったらいけないんだよとかですね、そういった声かけがお互いにできるようになってるっていうのもすごく成長を感じますね。中にはやっぱり学習障害といいますか、その発達障害というのを持った子たちもいますし、そんな子たちも一緒くたになってこう遊べる空間みたいな、なんか屋外ならではといいますか、なんかそんな気がしますね、はい、ありがとうございます。見、ね、なかったですか？いいですかね。私たちの焚き火研究会では、Facebook が主に更新しているものでして、あとはホームページでいろんなイベントの募集もしていますし、また年明けいろいろな体験、3月末ぐらいになるとタケノコ掘り体験とかですね、そういったのも募集が始まりますし、タケノコ掘ってよもぎ餅作って外で食べて持って帰りましょうっていうような体験ですけれども、まあ、そういったのもやっていきますので、どうぞ焚き火研究会もチェックをしていただいて、自然の中で遊ぶと、泥だらけになっていっぱい怪我をして雑菌まみれになって遊ぶということは、おそらくゆとりの森さんと同じところだと思いますので、いろんなアイデアを共有してやっていきたいと思います。これからの子どもたちのために、大人が一肌脱ぎましょう。今日はありがとうございました。ありがとうございました。